フィット・シュバルツ・シュバルツの飛行船ダーフィット・シュバルツはオーストリア・ハンガリー帝国の公式飛行船のパイオニアである。全員金属骨構造の最初の飛行可能な公式飛行船を開発した。オーストリア・ハンガリー帝国のゾリゲールセグのユダヤ系に生まれた。エーリン業を営み、現在のクロアチアのザグレブで働いた。 1880年代の半ば新たに購入したザグレブの伐採現場の監督をするために冬の山小屋に泊まる間退屈を紛らすために妻のメラニエが選んで送ったのが技術教本で気球や飛行船の歴史を学び自らも当時の新しい素材であったアルミニウムを用いた飛行船の開発を思い立った全金属製の飛行船の製作を始めたが オーストリア・ハンガリー帝国では資金の援助が得られず、ロシアの駐在武官にサンクトペテルブルクで飛行船のデモンストレーションをすることを勧められ、1893年に飛行船を組み立てを始めた。ドイツでアルミ工場を経営するカールベルクを解き、無償で材料のアルミと資金の提供を受けた。最初の飛行船の使用は、 昨日の体積は3280立方メートルで、時長は2525 25キログラムであり10馬力のエンジンが取り付けられていた。シュバルツの飛行船は、組み立て後のガス注入の際に爆発炎上し、イカサマシオバワリされロシアを逃れるようにドイツに移った。ドイツでは、カールベルクが、プロイセン政府との間で、シュバルツのアイデアによる飛行船の契約を結び、 1985年からベルリンで組み立てが始められた。アルミ製のゴンドラは機体に固定され12馬力のダイムラーエンジンでアルミのプロペラを駆動する構想であった。シュバルツはロシア政府との金銭トラブルのため各地を転々とするようになり、健康を損ね1897年1月にウィーンの路上で心臓麻痺で死亡した。 シュバルツの飛行船は1896年10月9日にガスの注入が行われたが水素ガスの品質の問題で必要な不要力が得られず必要な品質のガス製造にはシュバルツの死の1897年1月13日までかかった飛行船の開発は 未亡人のメラニエ・シュバルツとカールベルクに引き継がれ、1897年11月3日にエルンスとヤーゲルスが登場して、飛行試験が行われた。510メートルほどの上昇に成功したが、操縦用のプロペラの駆動用のベルトが外れ操縦の手段をなくし、ガスを解放して着陸したが気球は点灯し、破損した。この飛行を監修の一人として、 フェルディナント・フォン・ツェッペリン伯爵が見守り、ツェッペリンは、ベルクとの共同開発を行うことになった。シュバルツの飛行船の使用は、昨日の体積は4610立方メートルで、楕円形断面の機能は高さが18.2メートル、幅が15.4メートルであった。ありがとうございます。